北村さんかな。そうですね、すんなりは入れたと思うんですけど、なんか1の時よりもより考えることがたくさんあったなっていう2でしたね。1はこう突っ走る竹道で正解だったのが、今回は1の時って徐々に状況が良くなっていく物語なんですけど、実は2の絶頂は一番最初で、そこから下がっていく、どんどん環境が状況が悪くなっていって、それに悩み立ち止まっていく竹道っていうのが描かれてるから、すごいいろんな複雑なことを考えなきゃいけないことが多かったので、ワンよりやっぱかなりみんなシリアス差はあったかなっていう、はい、そうですね、私はワンよりは大人なシーンも増えたので、まあ、そこの差というかは一つ大きな違いかなと思ってたんですけど、学生のシーンは割と本当にキラキラで楽しかったですね。楽しかった。難しかったです僕は結構ね、なんか結構でもブツブツ言っちゃってたしね、難しかったなぁとは思います。タイムリープのね都合とかがすごい難しかったんですよ。ただなんだろう、まあ役にすんなりとかっていうよりはセリフを言ってるだけですからね。なんかあとスーツ着てって、やっぱそれは前回の監督とかスタッフィングとかなんかそういったことで空気感もできてたんで、ポンって入るだけだった気がします。あとなんだろう、難しかったです。そのやっぱこうやって人と人の距離が近くなってきて、やっぱ時代の進みを感じますよね。まあもう3年も経っちゃったんだっていう、まあ試行錯誤したけど、やっぱりこの3年間どうしても人との距離だったりとか声が聞かない時代にやる意味っていうのはリベンジャーズ1にはもちろんあったし、こうやって人の温度を感じれる時代にまた戻ってきたからこそのこのリベンジャーズ2でのメッセージっていうのもすごいあるのかなって思って、なんかだからね、ぜひともたくさんの人に見てほしいですし、だ映画館の舞台挨拶とかもすごい楽しみですねこれから、はい、いやもうやっぱり1の熱量をさらに超える、すごい、しかも前編後編に分かれてますし、血のハロウィン編という、もうすごかったです。ちょっと待って、ポンコツなんで立ち入ってください。はい、お願いします。すごかったです。あ、ファンの方へ、あのなんかこういうの久しぶりで、なんかこういう機会も楽しいななんて思いながら、はい、なんか今後もねまたなんかあるみたいなので、はい、よろしくお願いします。